皆様こんばんは。ボギー大佐の言いたい放題2022年7月18日号、まあ、本日は月曜日ということでございまして、昼間はチャンネル桜沖縄支局の沖縄の声の収録がございました。さて今日の収録、まあ、高級日ということで、まあ、美咲ちゃんのね、娘さんのリリアちゃんがお休みということで、ぜひ番組に出たいというリクエストがありまして、もう一つリクエストがあってですね、ナビーちゃんに会いたいというね、もう熱烈なリクエストがありまして、まあ思いっきりお風呂に入れてスタジオに入った次第でございます。今日のナビーちゃん、もうスタジオでね、放送前、収録前にいっぱいリリアちゃんに遊んでもらいまして、まあ収録中、まあ前半は出番がなかったんですけど、まあ収録中本当に静かにしていまして、ワンともウンともスーとも言わずにリリアちゃんのそばでね、おとなしく座っていました。まあボーダーコリーがおとなしく座ってるなんて本当になかなかないんですけど、今日はナビーちゃんお利口さんでしたよ。さて、今夜もミーグチニラはハチさん、それからミツキさんからは、島らっきょうスムージーが届いております。森の都さん、カルガモさん、こんばんわんこでございます。はい、中佐もお見えでございますね。はい、そして、海をこよなく愛するサキ店長からもニラでございます。海の中のニラはアマモですかね。はい、アマモ。カメもアマモ食べるんですかね、サキ店長。カメも海藻食べるんですか。ちょっと私そこのとこあまりわかんないんですけどね。さてボギー中佐からは、中佐が大好きな島らっきょうスムージー、いつか沖縄に来た時にはマジに作ってですね、はい、ルートビアで割って飲んでいただこうかと、考えている私でございます。それから JMSDF さん、こんばんわんこでございます。JMSDF さんはいつかぜひうちの番組ラジオの収録の方にね、日程合わせて来ていただきたいなと思ってる、はい、私でございます。まあ、今日の収録後の様子でございますけど、いかがでございますか。なんか右からね、2番目に非常に毛深い白黒の物体が映っているんですけど、これが皆さん大好きな、ナビーちゃんでございまして、まあ、先週の HK ゴスロリマンゴー仮面さんと2人の放送とは違って非常に華やかでございます。それからコウスケさんからも島らっきょうスムージーが届いております。ありがとうございます。本当にね、毎週毎週いろんなネタ拾ってきて喋ってるんですけど、今日もいろんなことを喋らせていただきました。特に、オレンジクジラ。はい、オレンジクジラですね。その対策をきちっとやらないと、また保守分裂でね、票割れするんじゃないかという懸念があります。まあ、そのためには、オレンジクジラさんの出馬を断念させる何か。か、もしくはオレンジクジラさんが出てもそれを吹き飛ばすぐらいの斬新な政策提言をし、投票に行かない無関心層をね、これは投票に行かなくてはいけないというふうに思わせるか。はい、私は前半、前の前者の案はかなりやばいと思いますよ。あとあとずーっとずーっとずーっとネタにされますんで、となると後者の案、今までにない斬新な政策提言をし、世論を喚起してですね、いわゆる沖縄二種を、まあ、利用して、こういった政治にあまり関心のない人たちを、ね、政治に向かせる、そして投票に行かせるっていうことが必要でないんですかね。はい、JMSDF さん、下地幹雄、早速 YouTube でメイライブで違法凱旋。いやーすごいですね。はい、水曜チュラチャ作戦さんから、今日が全裸マンさんの出演ではなくてよかったですということで、そうなんですよね。あの水曜チュラチュラ作戦さん、彼あのオレンジクジラとかオナガジュニアとか、はい、山川市長とか、
そういったワードには非常に反応しますよ。ピクピクと。もしかするとファンなのかな。はい、特に尾長ジュニアにはね、すごいシンパシー持ってますし、もうとにかくね、はい、彼が口癖が利権ギラギラミッキーなんて言ってますからね。彼の口癖なんですかね、利権ギラギラミッキー。誰のことを言ってるのか私とんとわかんないんですけど、本人は自分ではわかってるようで、ギラ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 、この前も一人で笑ってましたけど、本当はやっぱり嫌よ嫌よも好きのうちでね、あんなのって言いながら本当は大ファンなのかもしれません。近いうちにオレンジ色のシャツつけて街頭に立ってる可能性もないとは言えないんですけど、今オレンジのシャツつけて立ったりするとどっかと間違えられますよね。私もオレンジ色のね、蛍光オレンジのベスト20着ぐらい持ってますけど、これって今これつけて立ったら間違いなくあっちの人間だと思われるなというふうに、はい、ちょっと危惧をしております。さて、今夜の最初の話題なんですけど、今日のね、新聞をまず皆さんに、ご紹介したいんですけど、今日もですね、本当に、めんどくさいというか、やっぱしねというような記事がね、はい、皆様ただいまでございます。なぜ彼の話をすると電波が途切れるんですか。いや、近くにはいないと思いますよ。話しただけで電波が吸われるなんて、これってやっぱり特殊能力なのかな、それとも遠いところから変な、いや、後ろにはいないと思います。後ろには犬しかいないのでね、はい、変なのが言ったら犬が吠えてると思うんですけど、多分いないと思います。でも話をしただけで電波が途切れるなんて、また新しい都市伝説が生まれたのかなと思っております。さて、本題の方に入りたいと思います。今日のね、琉球新報さんから、はい、このように、まあ、昨日もこういった話をしたんですけど、まあ、とうとうね、この沖縄4000人超えをしたということで、まあ、陽性者が増えただけではなく、それに対応するためのいわゆる病院側、今本当に大変なことになっています。重症、中等症、中南部満床ということになっておりまして、まあ、そもそもこの重症、中等症の病床っていうのはそんな多くはありません。はい、多くはないです。それでもやはり満床ということは、今回のね、チャイナウイルスに感染して、かなり体調を崩している人たちが多いのかな、なんてね、思っています。ボギー中佐、軽症が多いとはいえ、感染者数が増えれば相対的に中等症以上が増えます。まあ、特に沖縄のようなお年寄りが多いところでは、このね、チャイナウイルスに罹患するというのは本当に命取りになりかねない。特に今ね、カルガモさん書いてます。観光客は旅先で怪我も病気もできないと書いてるんですけど、今沖縄ね、観光客がまあ戻ってきたということで、今までね、観光客があまり行かなかった島にも、観光客の姿が見られるようになっているんですよね。まあ、特にこの沖縄本島周辺の離島、まあ、特にこの飛行場がない離島では、そのほとんどがね、きちんとしたやっぱ医療体制が整備されてないところが多いです。まあ、そういったところで、まあ、その美しい手つかずの海を楽しみに来た観光客の方々が、まあ、地元の食堂とか地元の旅館、もしくはね、地元のいわゆる、ダイビング関係の方々と、まあ、交流をする、そして島のね、共同売店で買い物をする、まあ、そういったところにね、
お店に座ってるのは大体お年寄りなんですけど、まあそういった方々がもし罹患とかすると、もうこれはね、はい、熱なんか出たら年寄り大変ですから、もう自衛隊の、緊急患者空輸に頼らざるを得なくなると思うんですよね。ですから、この州の自衛隊、まあ、第15旅団の掲示板を見て、緊急患者空輸の数が飛躍的に増えてきたら、これはもう離島での感染拡大が顕著になっているという一つの証になるんじゃないかと思います。まあ、特に、今度の3連休、まあ、今日で終わりますけど、まあ、3連休以降に、まあ、私は5000人超えになるというふうに予想していますが、もしかするとそれを超える陽性者が増える可能性もあります。まあ、このような感じで、沖縄今ね、このチャイナウイルス蔓延が爆発している中で、我らが玉城デニー知事、ようやく腰を上げて対策会議を開くということでございますが、まあ対策会議開くんであれば、ね、こういうふうにもう4000人超えてからではなく、それが超える前にね、やはりやるべきであった。横浜に行ってね、半吉集会なんかやってる場合ではなかったというふうに思います。まあ、ちなみに、横浜でやった半吉セミナーは、なんと、はい、司会がセヤロガイおじさんだったっていうところもね、本当に私、草でございまして。いや、本当に半吉をしたら仕事が回ってくるんだな。っていうふうにね、私は思いました。まあ、本当だったら、うちなんちのゴリさんあたり使えばいいのにな、なんて思うんですけど、やはり、はい、セヨラガイおじさんを使いましたね。はい、もう本当にお仲間だけが豊かになる、オール沖縄。誰一人取り残さないのではなくて、お仲間は一人も取り残さないっていうのが、まあ実態ではないかなというふうに思っております。で、さっき店長が今非常に心配なこと書いてますけど、石垣島と八重山のコロナ病床はもう満杯ですということで、こうなると、もし今後、そういった感染し、体調がね、かなり急激に悪くなるようなことがあれば、石垣島、宮古島では受け入れができず、まあ、沖縄本島に運ぶということになると思います。まあ、ちなみに、玉城デニー知事、今沖縄がこういう状況になっているのにもかかわらず、具体的な対策は何も取ろうとはしていない。多分私が思うには、国からですね、国からまん延防止等重点措置を出したらどうですかというお誘いが来るのを待ってると思うんですよ。つまり自分たちがそれを出したんじゃなくて、国から言われたからそれをね、仕方なく受け入れたという形を作りたい。そしてもう一つ、本来であれば沖縄県が独自にどんどんね、その感染対策取ってもいいと思います。ところが感染対策になりますと何かとお金がかかる。自分たちが言い出しっぺをしてですね、お金を使うようなことになるよりは、国からね、何か言ってきてそれに乗っかった方が自分たちは金も使わずに済むし、責任も国に転嫁できる、しめしめと。はい、八さんその通りですね。はい、つまり今回のこのコロスケの対策については、とにかく自分たちではね、何もせずに、国が何かをしてくれるのを待っているんじゃないかというふうにね、私、思っていますよ。はい。まあ、つまり、無能ということです。まあ、半吉以外は何にもしないね。今回も、対策会議を開くというんですけど、具体的な対策が出てくるのか。まあ、若年層の感染が多いということは分かってるらしいんですが、じゃあそれをどうするのかというところが全く見えてこない、まさに無策の沖縄県政。半吉以外は何にもできない。そして何かやるにしても
ね、自分たちからではなく国からお声がかかって、ね、国が言ってきたから私たちはそれに乗っかるんだっていうような、ね、言い訳をするために知らんぷりをしてるんじゃないかななんて思いますよ。はい、目玉役さん、お金も以前のように出ないよとあるんですけど、彼らは出ると思ってね、期待してると思います。はい。だから、国が自分で言ってきたんだから、それなりの保証をやるんでしょっていうのを言いたいんですよ。自分たちから言うとね、はい。蹴られる可能性がある。ところが、国から言ってくれば、国が言ってきたんだから、国はちゃんとそういった補填をしますよね、と。国が言ったんだからっていうふうに、それをね、きっかけを多分待っている。と思います。はい、どこぞの国みたいにね、私たちは本当必要ないけど日本がスワップやってくれるんだったら私たちはそれに乗っかってもいいよというふうに言ってるあの国と全く一緒ではないでしょうか。いや本当に高等戦術というか姑息というか無能というか、いややっぱり無能ではないですかね。はい、そんな中で沖縄ではまた新しいイベントが開催されます。これでございます。トン。実は、観光客増加に対応しまして、北谷町美浜、はい、北谷町美浜のデポアイランド、ちょうどね、ダブルツリーホテルの真向かいの堤防から毎週土曜日の夜8時、綺麗な花火が打ち上げられております。それがなんとなんと、今月の22日以降、約1ヶ月余りですかね。なんと、金曜日も花火を上げるというイベントが行われるようでございまして、まあ、北谷町美浜、観覧車はなくなりましたけど、ね。金曜日、土曜日の夜8時は、本当に見事な花火が毎週見れるということでございまして、今、さとしさんが書いていますけど、これって結構人であるんですよ。だって花火をね、沖合だいたい100メーターぐらいの堤防から打ち上げるわけです。もうすぐ近くで花火が炸裂するんで、すごい迫力もありますし、またこのデポアイランド、アメリカンビレッジのね、照明、ネオンやね、あとイルミネーションと相まって、まさに地上に降り注ぐ星というような感じの、ね、花火大会なんですけど、まあ今、サトシさんが、心配しているように、これも多分、観光客もっともっと増えるんじゃないですか。ね。まあ今のね、コロスケ、まあ重症化しにくい。まあそれは、その毒性、云々ではなくて、やはりワクチンの接種が進んだせいもあるんじゃないかというふうに思っていますが、まあこのように人が集まるイベントがね、こうしてどん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 やっぱり増えてくれば、沖縄はさらに陽性者増えていくんじゃないですかね。それとはい、ホテルの方に聞きましたけど、沖縄に来る観光客の半分ぐらい、宿泊客の半分ぐらいが、なんと東京らしいんですよ。次に、関西が多いって言ってましたね。はい。東京、関西、あと、北九州からも結構来てるようでございます。まあでも半分ぐらいが東京ということなんですけど、今東京コロスケ大流行してるじゃないですか。はい、そこからこういうふうに入ってきて、沖縄も大流行。大流行かける大流行はどうなるのか。私かなり心配しているんですが、ちゃんと県はね、はい、対策をとっているんですか。ねえ。はい、目玉焼きさんから、花火、燃えかすが海に落ちてそれが海を汚すなんて指摘受けたことがありますが、実態把握していませんということなんですけど、まあ、それよりはね、海岸に打ち寄せられるハングルとか中国語のね、ペットボトルやね、空き缶や、あと
なんや薬品が入ってるようなね容器、その方が私は危ないと思いますよ。いわゆる責任の所在がはっきりしているものに対しては何かと文句言いやすいんですけど、そのようなね隣国のものであれば、誰が流したか、どこの国か、どこのメーカーか分かんないので知らんぷりって、それはちょっと違うんじゃないのかなというふうに思います。まあ中佐のところはね、小倉北区はねお祭りがあるんですけど、太鼓とね、はい、林と神輿を出しただけで出店はなしとなったということなんですけど、沖縄では今、週末になりますと各地でキッチンカーのねイベントも行われておりまして、人がいっぱいでございますよ。はい、キッチンカーのイベント、観光客だけではなく、うちのアンチもねやっぱりそういった、ファーストフード大好きですから人がいっぱいしてますけど、いや玉城知事、こういった中でどのような、感染対策を今後出してくるのか、私はこれ非常にね期待をしております。なお、週末の沖縄、今各地の海でビーチパーティー、いわゆるバーベキューがもう大流行り、まあ本当にね全盛期のような感じで今あちらこちらでバーベキューパーティーやってますよね。まあそういうふうに県民の皆さん、このコロスケに対する警戒感っていうのがもうどん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 薄れてしまった、その原因はやはり、県のトップであるあの方がね、もうコロナなんて関係ないって言ってからね、はい、ライブハウスに行ったり飲み歩いたり、はい、それ昨年はバーベキューまでしたり、まあトップがこのような感じですから、沖縄県民もまあ知事がああいうことをやってるんだからっていうことでね、知事のせいにして自分たちもということになってるんじゃないか。しかしこればっかりはナンクルナイサーでは済まないお話でございまして、またね発熱し咳も出ているのにコロナだと言われるのがね嫌で家の中でじっとしてる人たちもいるようでございまして、こういった人たちが自分たちのね素人判断で熱が下がったからもう大丈夫と言って、はい、ショッピングモールとか飲食店に出かけていって、そこでね、はい、私はもう熱下がったから大丈夫だわーなんて言って、はい、買い物にね、はい、買い物を楽しんだり食事楽しんだりすると、さらにさらに私は、感染者陽性者は増えていくのではなと思っております。なおこのね県内の PCR 検査場での、まあ、陽性率、まあ去年のそうですね夏頃はどんなに高くても 10% か 15% ぐらいでしたけど、最近かなり高いみたいですよ。3割から4割ぐらい、検査に来た方の3割から4割は、いわゆる陽性反応が出るというような状況になっていまして、まさに由々しき状態。こういった中で半吉講演会なんかしてる暇あったのかという、そういった批判は身内から全く出ていない、まさに裸の王様ではないのかななんて思っております。まあこういった人がまた行政になったら沖縄は本当にどうなるんでしょうね。やっぱり変えないといけないと思いますよ。今塩サバさん書いてますけどね、ワクチン接種やってくださいなんていう呼びかけなんかも全くやってないですよね。ツイッターなんかだんまりですしね、フェイスブックもだんまり、本当に何をしてるんですかねこの人ね。やっぱりただの見越しであった証拠ではないでしょうか。はい、ということで、今夜のボギーチャンネル、いろいろぶつくさお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあこれからもまた高級日に収録が当たった際にはリリアちゃん、そして、毛深き秘書のナビーちゃんを共演させてですね、また大笑いさせていただこうかなと思っております。はい、そしてね、初さんからいろんな情報もいただいております。ありがとうございます。これからはやっぱりね、はい、
どん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 いろんなことにチャレンジしていかないといけないなと思っておりますし、小社玄太くんのインスタの方にね、なんか東京の方に帰るなんて書いてたんで、やはり沖縄にね、根を下ろして、下ろさないと沖縄のことは分かりませんよと。だから、家族皆さんで沖縄にね、住まわれたらどうですかと。そうすれば、見えないもんもたくさん見えてきますよって言ったら、ありがとうございます。それぜひ検討させてくださいっていうご返事いただきました。初めて私に返事が来ました。ね。まあ、これから彼が沖縄に来て、家族で一緒に暮らせば、まあ、沖縄の教育や保育、そして、まあ、いわゆる雇用やね、沖縄の県民所得なども肌で感じることがある。それがやはり、政治家としての一つの、やはり、資質にもね、はい、実績の方にもつながっていくんじゃないかと思っております。ということで、本日のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。では皆様、明日また同じ時間にお会いしたいと思います。ごきげんよう。